はい、こんにちは、タイデンでーす。はい、嘘の平血をしていたらやはり離れてしまいますね。あとはこの221系と、なんだっけ、200、こちらがこれなんですね。223系の6000番台ってやつですね。はい、でこの前の方の4流はこちらのやつですね。はい、こういうやつです。はい、でこれがまず連結器が違うんですよね。はい、加藤さん、連結、一つは連結がしないということと、このモーターの特性が違うために、やっぱスピードが変わっちゃう。だから並結する場合はどちらかが増結でモーターが入ってないやつがおすすめというわけなんですよね。でまあ、編成図的には、221系との並結もあるよっていうことですね。4両4両でみたいな感じのがあるらしいですけどね。はい、まあ、あとこちらが、まあ、有効長の長さのね、広さの関係で6両しかつながってで、まあ、連結器はつないでないんだけど、並べただけなんですけど、まあ先日出た221系の8両セットなわけですね。まあ、細かい違いなんかはね、他の方が動画でなんかこう上げてらっしゃる人もおられるんであれなんですけど、まあ、本当はこの前に転落防止のやつとかがつくらしいんだよね。ちゃんとパーツがあるらしい。うん、でその僕は、これ、まあ、これですね、トミックスの323系、通勤電車大阪環状線らしいですね。はい、でその向こうが4扉車ですよね。はい、まあ、顔はこういう感じなんですけど分かりづらい。はい、4扉車ね。これは、加藤の321系 JR 京都神戸東西線増結って、まあ増結基本4両4両で、これはあ、なんか7両だった気もするけどね、違うかな。はい、で、あとは一番向こうの3扉車は225系の100番台の新快速の8両セットから6両を並べてますと、こういう感じで。はい、まあ、ここがね、並結できてちゃんと走れば、あ、ちょっとは揃うんだけどね。これが4両のこっちも4両ということでね。ちゃんとジオラマを作って並べるとかっこいいかもしれないですけど、はい、関西の方の
電車特集みたいな感じになりました。はい、ありがとうございました。